じゃあせっかくなので山崎さんから。あ、いいですか。はい、いいですよ。ですね、まあ、僕のこのギターは、ヤマハ SG2000 というあの名称のギターなんですけれども、まあ言った通りすごい、もう親父の代から弾いてるので、鳴りがちょっとギターの鳴りっていうのが、そのこのやった時のその音の響き方がやっぱりギター一本一本綺麗にできてるので違うんですよ。その鳴りがやっぱりなんかこいつじゃないとない音があって、ちょっと専門的に言うと何て言うんですかね、ビブルのこの中腹の音がこうボワッと太くふくよかな、ふくよかな感じで出て、それがすごい気に入ってまして、あとそうですね、僕そのギターのテクニック的な話なんですけど、すげえマニアックになっちゃうんですけど、チョーキングっていうギターの技というか、あの弾き方がありまして、チョーキング、そこの弦を見えるかな、このビョイーンっていうこの弦を揺らしたり、ベンディングっていうんですけど、こういう風に、それを僕は結構ギターの中で一番かっこいいところだなと思ってて、そのベンディングのその音の伸びる感じが、こいつはこのギターはすごい出るなという風に実践していますね。はい、この伸び具合がやっぱりこのギターじゃないと出ないところがあって、僕はすごく弾いてますね。だからいろんなギターがやっぱりうちにもあって、いろいろ弾くんですけど、やっぱりありますよね、あのこのギターに戻ってきちゃうみたいな。 ありますね。そういうやっぱりあのなくてはならない僕にとっての一本です、このギターは、ヤマハ SG2000 です。ありがとうございました。はい、じゃあ僕行っていいですか。お願いします。はい、そうですよ、かっこいいですよね。はい、これは SVL というブランドのギターでして、ですね、実はね、このギターね、買ったのが3日ぐらい前なんです。あ、そうなんですか。え、新品3日。3日ぐらい前なんですよ。おー、いつもお世話になってる楽器屋さんに、この日にちょっとおすすめするギターがあるんで、よかったら来てくださいみたいなこと言われて、はい、じゃあちょっと見に行ってみようかなと思って見に行って、弾く気はなかったんですよ、はい、とりあえず見ようと思って、はい、すると店員さんが弾いてて、それがすごくいい音で、でちょっと弾かせてもらおうと思って弾いて、あれ、もう買ってましたね。ありますね。そのぐらいでした。はい、買うつもりはなかったけどね。そうなんです、あのこれからね、やっぱどんどん体を鳴らしていかないといけないなって、このギターに、うん、なんですけど、もうすごくね、音が特に気に入ってますね、うん、人生で一番高い買い物でした。あれすごいな。それ3日前に。それ3日前に。気になりますね。あ、まさかの初披露が今日だと思いませんでした。まあね、やっぱね、どんどん使っていきたいですからね、うん、慣れないと、そのギターに自分が寄り添っていかないとダメなんで。そうですよね、やっぱり新しいギターいいけど違いますよね。そうなんですね、慣れるまでが難しいですよね、うん、やっぱそうなんだ。弾き方で全然、多分僕がこのギターを持っても多分全然違う音になってくるし、そうなんです、沢村さんが弾くからその鳴りになってくるので、うん、なるほど。だから面白いですよ。だから面白いですよ。熱くなってきました。楽しいですよ、ギターは。楽しいですよ。それにこのギターの気に入ってるところがあれですね、その強弱にすごく敏感反応してくれるところなんですが、ちょっとやってみますね。お、はい、お願いします。という感じで
ですよ。だから下手くそなのもバレちゃうんで、こんな練習していかないとなとは思いますね。なるほどな。わかる。いい気なほど下手くそってのがそうなんですよ。そうなんですよ。本当に。だからそれと一緒に練習していけたらなと思って。いいですね。めちゃくちゃいい気しましたね。いや俺もそう思います。全然喪失感なかったです。すげえ高いけど。あの仕事なんですもんね。そうですね。確かに確かに。趣味は入ってますけど。ギターが好きなんで。みんなそうですよね。ね、うん、そんなに何本もいないなんてなっちゃいますから。あ、そうですね。トディさんがまだこういう紹介をさせてください。はい、全国に展開している島村楽器さんという楽器屋さんの、はい、オリジナルブランドで涼花というメーカーのギターですね。涼花の名前がかっこいいですね。かっこいい。涼花のスケーターという、うん、形レスポールとかストラトキャスターみたいな感じでスケーターっていう名前です。スケーター。すごいオリジナリティありますね。これ持つと綺麗にまっすぐ。弾きやすいところに収まるっていう。あ、それも狙って、はい、重心がそういう風に作られてて、普通の板だとこうなっちゃう、こうなったり難しいんですけど、持ったところで弾きやすいところに安定するっていう重心が作られてて、ね、本当弾きやすさをめちゃめちゃ追求して作って、はい、で、メーカーの方と会って何本か着たいやつを弾かせてもらったらこれが最高だったんで、ちょっと特徴としたらすごく軽くてボディも他のギターと比べると薄いんです。ここは本当だ本当だ。あ、薄いですね、確かに。舞台で長時間立って弾くっていうのが多いんで、もう年も年ですし、肩が痛くてしょうがないんですよ。いや、わかります。なのでもう軽くてもう便利なギターが欲しいと思っていたところで出会って、うんうんうん、コンセプトがそうですもんね。そうですね。ステージ上でストレスなく弾けるようにっていう感じであって、で実際弾いてみたらね、音もすごく良くて、で反応がめちゃめちゃいいっていう。これもさっきの沢村さんのと同じようにだいぶ強弱とか反応がいいのでちょっと試してみます。ぜひもうぜひ。はい。出ますよ。すごい。ちゃんとミッドが出てて。そうですね。はい、割とこれアルダーボディなんで。ああ。ハーンという感じのね。ボディがもすごい。ボディがすごいんですよ。これがね。マックスがまあマックスのリードぐらいにしとけば。あれがまただいぶ。ああ、それボリューム。
これで強弱をつけるなるほど。このスイッチみたいなのは何なんですか。これがこのまあマイクです。ピックアップ、ピックアップ、マイクの切り替え、リアの方こっちによると硬い音がするんです。あで、これだと、あで、この合わせたミックスの音、なぜか不思議と合わせるとちょっとジャキッとするっていう。みたいな感じ。わすごい奥深い。なんか今日本当三者三様なんですよね。このピックアップの形も僕この2本並んでるハンバーグ。そうですね。みんな違います、ね。そうですね。シングルコイル でこっちミックスなんですよ。本当三者三様のギターで。へえ。面白い。なるほどね。いやすごい。うん。本当に奥は深い。それも完全に選ぶのは好みですか。好みですね。うん、あの性格が出たりするのかな。出ます。人間めちゃくちゃ出ると思いますよ。音楽のジャンルは別に問わないですもんね。うん、別にどのギター使ってもどの音楽もできるし。うんうん、ジャンルというよりか自分のスタイルが問われるなっていう感じですよね。うん、選ぶ楽器によって。ですね。夢の音をぜひ見てもらいたいと思いますので、思いますのでこういうふうにやってるんですけど、あの本当にいろいろ見たら思うことあったり、いろいろ感じることあると思うので、ぜひ見てもらいたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、何度も止まってしまって申し訳ございません。ちょっと電波が悪いみたいで、夢の音ですね、こんな感じで、ギター愛が強い3人がものすごく力を入れて作った、シーンが入っております。ギターバトルとか他にも東京カタリストのライブシーンとかものすごく気合入ってて、音とかもね、ボディさんが手掛けて素晴らしいものになってます。僕特にそっちも好きなんですけど、劇中歌もめっちゃ好きなんですよ。BGM とか劇中の中でこのシーンで流れてくる葵のテーマだったりだったりすごく好きで、そこら辺の BGM ものすごく力が入ってるので、ぜひ音楽面期待していてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ僕ですね、夢の音、音楽映画なんですけれども、普通の音楽映画と違ってやっぱ皆さん出演者がミュージシャンであるというところがね、とても見どころだと思いますので、やっぱね音楽好きな人はぜひ見てほしいと思います。ちょっと配信のトラブルがいろいろありましたけれども、リベンジは27日のトークショーですね。そうですね。はい、させていただきますので、ぜひお越しください。ありがとうございました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 。では、皆さん、来ましたね。ありがとうございました。はい、すいません。あ、ウィッキーさんがいいねって言いましたよ。あ、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。あれやで、最近買ったやつ。はい、はい、じゃあ皆さんちょっとごめんなさい、途切れた部分ツイッターでちょっと映像流しますので、はい、はい、すみませんでした、はい、では次は3月15日、ダンスチーム2人、後藤沙耶さんと戸板夏子さんでお送りしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では皆さんさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。